顔半分ですけど。はい、どうもアニメの相談ご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。よっさんと。ミルバケッソです。なんでこんな怖くなってるの挨拶が怖い。はい、というわけで今回、よっさんがね、企画を持ってきてくれました。はい。はい。今、YouTuber さんで大人気の、はい。性格免許証、イェーイ、免許証。まあ、それをね、やってみたいんですよ。はい。うん、では、レッツゴー。じゃあまず私からやっていきたいと思います。はい。はい。性格免許証診断。うん。あなたの性格は今日からお墨付き。はい。はい。そうかい？なんかね、すごいいいのが出る人もいれば、うん。なんか細木和子並みに結構グサグサくるやつもあるらしい。なるほど。性格にお墨付き。うん。ね。この度すべての国民は、国家性格認定委員会の発行する性格免許証を携帯することが義務付けられましたと。やれってことね。こういうこういうのが出るってことだね。そう。なるほどなるほど。じゃあやってみましょう。占い診断する。はい。スコアを出そうとせず、自分そのままに素直で直感的な回答を心がけてください。はい。はい、これですね。はい。はい、じゃあやっていきましょう。次の質問かな。はい。あなたの性別、女性ですね。はい。生年月日。はい、知りたい?1983 年、10月13日。はい。はい。感じ方や発想について。当てはまるものを全て選んでください。当てはまるもの、数字や文字に色香と匂いのようなもの。オリジナルの歌や踊りが進んでるあるんじゃないですか。おいらの心はおいらの心はお前のモーノさん、なお前のモーノさん。そう考えたらありですよ。お、来た来た、診断結果へ。じゃあ行きましょう。レッツゴー。あなたの性格は今日からお墨付き。結果、免許証。来た。氏名、ミルバケッソ。芸術的で魅力的な個性の塊。個性の塊？でもいいこといっぱい書いたんだよね。ほんと？好きなのは発明、旅行、全裸。いい匂いの男子。いい匂いの男子は好きだよ。派手な服。一人旅。一人旅よりみんなで行った方が面白いと思う。合コン。合コン行ったことないから。嫌いはもう合ってんだよ。ああ、差別や偏見は嫌い。常識。嫌いなの。いや、常識あっての。常識あってのさ。家にこもるの嫌いはわかる気がするよ。うん、なるほどね。幸せな脳内。キラキラ感ぶれない。自然体、ギラつき。芸術のこだわり強い。広い人脈。うん、非論理的。愛され。柔軟な考え。天真爛漫。非論理的？人物で例えると千利休だそうです。嘘！千利休？ちっちゃく書いてある。じゃあ次、よっさんやってみましょうか。はい。はい。女性。診断結果。はい。来ました。何が出るかな？よっさんは？何？好き、にゃんこだけなんだけど、どうなの？だ、嫌い、仮を作ること。あ、確かに。ノリで生きる人。あ、自分の性格。嫌いなの？スパルタ教育。おー、合ってるかもしれない。本当？うん。風潮に流されない漬物です。堅物ってことですかね。ね、すごいね。え、なんか少ないんだけど。少ないね。下出てるの。徹夜は深。ブレないってなるね。何かに没頭。うん、社会が苦手。社会苦手なのかな。不適合者みたいになって。動物で例えるとモグラ。モグラ。って書いてあるね。なるほど。
違う。これはやば。何これ、活力だけあるよ。愛情貧素すぎるんですけど。他がないけど。やば。へえ、面白い。あー、ということで、こんな2人の性格、はい、じゃあちょっとあれだね、下に出しとこうか。下に性格のこの、ここね、そう、ここにね、免許証出しときますけど、はい、はい、私たちはこういう結果になりました、うん、はいはい、ということでこんな診断でございました。はい、もしね、皆さんも気になったらぜひぜひ。あー、鼻がやばい。あ、鼻がやばい。花粉症が。はい、なのでね、皆さんも気になった方、ぜひぜひ診断してみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということでね、よっさんそういう人だったんだ。ミルバゲストをもうちょっと社会に馴染めっていう人は、ぜひぜひグドーダンチャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけでミルバゲストとよっさんでした。はい、じゃあまたね。アーデュー。知りおきよアニメ論争だ、お願いします、チャンネル登録。